子供の不安に名前をつけましょうはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て、始めていきたいと思います。今日のテーマは、子供の才能の見つけ方と伸ばし方20選です。はい、ということでどうでしょうか。子供の才能、わかってますか理解してますか まあ子供の個性とかね、天才性とか才能をできるだけ伸ばしてやりたい、そのように思って子育てされている方も多いのではないでしょうか。そうよね。才能が分かってて、何が向いていて何が向いていないのかが分かっていたら、向いてることをやらせてあげれるし、向いていないことはもうやめたらええでって言えるわけじゃないですか。でもその才能とか天才性とか個性とか、この子の武器ってどこにあるんだろう、長所ってどこにあるんだろうっていうのが分からない。 だから、まあえー、手を変え、品を変え、いろんなことをさせてみたりとかね、えー、学習塾に通わしてみたりするわけなんですね。なので、今回はそれです。子供の才能をどのように見つけるのか、そして見つけた才能をどうやって伸ばしていくのか、それを解説していきたいと思います。 この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。はい。ということでね、もう早速紹介していきたいと思います。はい。えっとね、あのー、左側半分が見つけ方。 で、右側半分が伸ばし方です。で、この見つけ方っていうのは、見つけるためにどんな行動をするかではなくて、えー、子供のこういうところに才能が隠れてるんですよっていうことですね。どういうふうに、えー、見つけたらいいのかっていう、その見つけるポイントを解説してます。はい。じゃあ早速いきましょうか。一つ目、親の才能です。 ね、あのー、子供はね子供の人格であったり能力っていうのはやっぱり遺伝と環境の割合がすごく大きいということで、まあ、大きく見たら 50%50% 50と言われてるじゃないですか遺伝50%環境が50%それによって子供の能力とか人格が作られているというふうに言われているわけでしょでこれをね、えー、もう少し細かく要素別に見ていくと、えー、ちょっとばらつきがあるみたいなんですね例えば学力 学力面では遺伝の影響が60%環境の影響が40%と言われているんですねで知能に関しては小さい頃は環境の影響が大きく年齢を重ねていくにつれて遺伝の影響が強くなることも分かっているとで運動能力とか運動神経はどうかというとこれは他の要素に比べて遺伝の影響が大きいようです66%は遺伝要因で決まる でまたトレーニングなのでどれくらい鍛えられるかというのも遺伝的要素が関係しているということ、まあ、こんな感じで、ねあのー、親の才能が結構子どもの才能に影響しているんですよってことなんですよここで言いたいのはだからここで言いたいのは自分自身の才能が何なのか分かること。 私たち親、大人の才能は何なのか。これを見つけていくと、もしかしたらそこに子供の才能があるよねってことなんですね。例えば親がピアノがうまいってなってたら、子供がピアノがうまい可能性があるということ。運動神経が良かったら運動神経がいい可能性があるってことなんですね。じゃあもう少し要素をね、えー、細かく見ていきましょうか。 芸術的センスこれはねちょっとねエビデンスはあまりないようですけどリズムとか絶対音感などは50%程度の影響があるというふうに言われてます。 で性格の特徴には、まあ、様々な要素があるということで、えー、例えば、協調性とか、外交性、開放性とか、神経質とかあるで,あるでしょ ?HSP とか。そして、そのような要素が、親から子へどのくらい遺伝するかは、3割4割程度。だから、基質的なとこですよ。協調性とか、あのー、一人で遊ぶのが好きとかね、内向性、外交性とかでしょあれは、3割4割ぐらいが影響してるということ。で、まあ、これは、ちょっと才能とは関係ないかもしれないけど、体型ですよね。 肥満になる遺伝の影響は非常に大きく、えー、70%程度身長は80%程度と言われているということねでこういうところからねもう分かるとおりもちろん全てが全て遺伝っていうわけではないけれども親ができることは子供ができることになるかもしれないってことだから 自分自身が何が得意なのかなって見つけていくってことですね。えー、そこに子どもの才能があるかもしれない。ただそれを押し付けるのはダメですよ。押し付けるのはだですよ。だけどそこにある可能性があるっていう点で、えー、子どもと接すれば、えー、才能が隠れているかもしれません。2つ目。 得意なこと。まあ、これもそうですよね。えー、これもそうって言います。遺伝の話とまた違うんですけど、あのー、だろうな。子供が好きなこととか得意なことっていうのは、いわゆる興味があること、関心があることであったり、だろう。どれまあ、得意なことってことは、簡単にできてしまうこと。まあ、この3つ目のところにもつながるんだけど、あのー、他の人にはなかなか難しいけれども、その子にとったら簡単にできるとであったり、得意なことであるから、これはね、才能につながりやすいですね。 だ子供がな、得意なことは何なんだろうってね、先生から褒められることであったり、えー、他の子よりなんか縄跳びが上手いなとか、そういうところがもしかしたら才能の種かもしれない。 ねまあ、それをどう伸ばしていくのかというのは後半部分で解説したいと思いますで3つ目、簡単にできること、ね、これもまあ得意なことに近いんだけどたやすくできることです、ねえー、先生がこれやってって言ったことを他の人は1時間ぐらい練習してもできへんのにこの子もう1回見ただけでできてもたみたいなことですよで運動神経というのはまさにそうで運動神経とは何かというのはあのー、見たことをすぐに真似をできる力これ運動神経なんですね で才能っていうのもそうなんですよ。見たことをすぐにあの実践できる、体で表現できる。これがね、まさに才能なんですねで。得意なこととか簡単にできることっていうのはね、先生がやってって言われたことをたやすくできてしまう。見るだけで、もう頭の中でさっとイメージできて、もう体で表現できてしまうんですね。から簡単にできてしまうこと、他の子がなかなかできないのになかなか難しいことをさっとできてしまうで。いわゆるスピードが速いってことです。速くできてしまう。 もしかしたらそういうことの中に子どもの才能であったり個性であったり天才性があるのかもしれません。4つ目、我慢できないこと、ね、ここちょっとね、あの1、2、3と,とちょっと色が変わったんですけど要は我慢できないことっていうのはそこにね、子どもの根源的な欲求であったり本質的な願望こうしたい、ああしたいっていう強い強いエネルギーが隠れていることがあるんですね。 ね、我慢できないことっていうのは例えば、どんなことがあるかな、子どもは我慢できないことやったらうーん、じゃあもうゲームをしたい、ゲームをしたい、そのパズルゲームをどうしてもしたい、したい、もしたいって言って、したい、したいって言ってるんやったら、もしかしたらそのパズルゲームの中に、パズルっていう要素の中にね子どもの才能があるのかもしれない、何かゼロから、えー、作品を組み立てていくということですね、そういうところに子どもの才能があるかもしれないし、他どうでしょうね、我慢できないこと。ねえー友達と 一緒に遊ぶっていうことを我慢できないんだったら誰かと一緒に協力してやることに対して子供の才能があるのかもしれないどうでしょうね子供が我慢できないこと子供が我慢できないことっていうのはどちらかというと親と衝突する場面が多いと思うんですねだから親とこう言い争いになることであったり子供が感触を起こしてしまう場面ってどんなところだろうって見つけていくんですよ ね、そうするとそれを、それそのままが、ね、才能になるか分からないですよ。例えば、お,お,お菓子買って、お菓子買ってって言ってること、じゃあお菓子買って、お菓子を食べることが才能かって、そういうことじゃないですよ。そういういいことじゃない、ね、例えば、それはだろう自分が欲しいものをもう諦めないっていうことかもしれないし、欲しいものっていうのは、えー、自分が新しい味を体験する、新しいことを体験すること。 であったり自分のそういう不快な感情を取ることであったり自分がお腹を空いてるって欲求を満たすってことそういうところに対して子供の才能があるのかもしれない、ね、何があっても我を通すそういうところに才能があるかもしれないねだから、えー、子供が我慢できないことであったり親と喧嘩する場面って何なんだろうって考えていくともしかしたらそこに強い強いエネルギーが潜んでるかもしれないでそれを親はね直したいってなっちゃうんですよ ね、我慢できない、喧嘩になるし、もう言うことを聞かせたいってなるんだけど、それま、言うことを聞かせるって行為はもしかしたら才能を殺す行為になるかもしれない。そうなんですね。なので、どちらかというと、そういう子供の叱らないといけない場面っていうのを、えー、叱らずに済む環境に連れていくってことですね。うん、これ、よく言うんですけども、僕は字が下手くそだったんですよ。そして落ち着きがなかった。うん、だから、そんな僕を見かねて、親はね、習字教室に通わせたんですよ。 分、うんまあ、かりますよねあの。落ち着いて精神統一みたいな感じでね、静かな環境で自由の練習をする、まさに僕のダメなところを直すっていう点では、あの有効な手段ですよね。ただね えー、僕はその修辞教室に行って、やっぱりね、罰をつけられるんですね。鬼ごっこしてはいけません。走り回ってはいけません。静かにしなさい。じっとしなさいってずっと怒られ続けるんですよ。そのために自信がなくなるし、僕が一生懸命書いた山という、ね、字にね、思いっきり赤でペケつけられるんですよ。そうすると、なんかやっぱ自己肯定感も下がるし、自分なんてダメなんだって自信がなくなっていくわけじゃないですか。そして自分よりもね、字が上手い人たくさんいるわけで。ね、でもちろん,、うん、そうやって苦手なことをね、改善することも大事なんかもしれないけど、 1>, これ1つ目の得意なことを伸ばそうということもつなにもつながるんだけど、やっぱりね、その苦手なことを直すってなると、そこで怒られるんですねで。うまくいかない経験、失敗する経験をするんですよ。そうするとね、あのポキッと折れちゃうわけじゃな、ね、い。折れちゃうわけじゃないですかなで。なので、そういう時に苦手なことを直すんじゃなくて、苦手なことでも、 生かせる環境、苦手なことでも叱られない環境に連れていくってことですね。うん、例えば、なんだろうな、えー、野外活動とかやったらね、えー、もしかしたら走り回っても怒られへんかったかもしれんし、アート教室やったらどう、えー、おかちの,その山という個性的な字がね、えー、芸術として評価されたかもしれない。赤弁でつけられへんかったかもしれん。花丸をつけてもらえたかもしれない。そういうことなんですよ。 ねだからそこのあの苦手っていうのは、苦手っていうのは、まあその八にもちょっと、ハチのことをさっき言っちゃったんだけど、そのそこに強いエネルギーがあるんですね、強いエネルギーがあるからこそ、その強いエネルギーを、えー、なんか社会に、社会でうまく生きるためには、えー、協調性を育むためには、そういう、それをわがままだから直さないといけないではなくて、子供が我慢できないことであったり、なんか、 あのー、なんだろうな、あのー、感触を起こしてしまうことっていうのは、そこに強いエネルギーがあるから、それを無理やり抑え込まないこと、逆にそこにどんな才能があるんだろうっていうことを見つめていくこと、これが大事なんじゃないかなと思います。はいそして5つ目 やり始めたら止まらないこと。もうこれはそうですね。えー、もうまだずっとそれやってたんかって。レゴやり始めたら止まらないとか、将棋やり始めたらもう止まらないとかね、えー。シュート、ドリブの、ね、バスケットボールのシュート打ってたらもうずっとやってるみたいな、そういうことありませんかもうやめなさいって言ってもずっとやってしまう。ね もちろんゲームはね、もう,そうどんな子でもそうなってしまうかもしれんけど、まあ、ゲームでもいいんですよ。ゲームの、どんなゲームにそれ夢中になるのかっていうことを見つけていくとね、うん、あの、その才能が見えてくる。マイクラだったら、なんかこう作品を作るであったり、想像する、作るっていうことに対して、えー、子供の才能があるかもしれないし、フォートナイトだったら、なんだろうな、えー、仲間と協力するっていうことであったり、なんかその作戦を練るっていうことであったり、なんかそういうね、えー、チームの中で何かをするとかいうことに、えー、子供の才能があるのかもしれない。 ね、ゲームの中でも A ですし、ゲーム以外のことでもね、えー、レゴだったらね、レゴっていうのはどちらかというと正解がないわけじゃないですか、ね。もちろんこういう作品を作ってくださいっていうレゴもありますよ。動物園を作りましょうみたいな。 でもね、そういうのもあるけれども、なんか自分がね、好きなものを作ってるってなると、なんだろう、与えられた答えに対して、えー、それを組み立てる、いわゆる軸層パズル型の、えー、能力よりも、自分から一から作ってって好きなものを自由に作る、そういうレゴ型の能力、いわゆる納得解を見つける能力ですね、自分が納得できる答えを見つける能力。 これが正解だっていう絶対的な正解を当てにいくよりもそういう納得できる答えを見つけていくいわゆるこうこうそういう思考力が、ねえー、これからの時代には必要やって言われてるんですけどそういう能力が、えー、この子は長けてるなっていうのが分かるわけじゃないですかねどうでしょうね子供がやり始めたら止まらないことまだやってたんかって思うこと何かありますありますもしかしたらそれが才能かもしれませんね才能かもしれない 6個目、ちょっと水飲みまして,ますましてくださいね。他の子と違うことはい、ですね。これね、他の子と違うこととか他の子と比べて何かできていないことであったり遅れていることこれをね、欠点だと見なしてしまってなんとかして直さないととかね、し,し,してしまうんですね。他の子と違って走り回っているとか静かにできないとかいうことお家ちゃん、よく言われましたよ。ちゃんとしなさい、じっとしなさい、お口チャック。 言われましたよでもね、もうそのじっとできないっていうのは、いわゆる好奇心旺盛のサインじゃないですか。ね、えー、お口チャックできないのは、えー、自分の中で間違ってることは間違ってるって言いたい。もう批判的思考、ね、本質と本質を見つけていく能力に欠けてるってことじゃないですか。ね、それなのにじっとしなさいとか、お口チャックっていう形で蓋をされると、それは才能は殺されてるんですね。うん なので、他の子と違うことを、えー、欠点として捉えるのではなく、なんかこの違う部分をなんか伸ばせること、伸ばすことできないかなって考えていくってことですね。で、さっきも言ったようにね、えじ、ー、っとできないんだったら、じっとしなくてもいい環境に連れていくとか、そういうことですよ。おくじチャックできないんだったら、別におくじチャックしなくていい、えー、競技であったり、スポーツであったり、芸術的なことであったり、なんかそういうものをおくチャックしなくていいんだったら、なんだろうな。例えばディベート対決とかね、えー、なんだろうな、おくじチャックしなくていい、 なんたもう別にそのスポーツやってたらお口チャックせんでもいいじゃない,い,い,じゃないですか声,で声出さないといけないんですよ、ね、声出してコミュニケーションするからスポーツをやらせるってこともそうかもしれへんし何かそういうふうに他の子と違うことって何なんだろうって、ねえー、そういうことを直そうとするんじゃなくてそれをどうやって活かせるのかなって考えていくはいと何かこの才能が見つかっていくんじゃないかなと思います はい。じゃあ、才能の見つけ方、7個目ですね。えー、何度叱っても治らないこと、なんかありませんえー、あの、片付けができないとか、兄弟喧嘩をするとか、なんだろう、う忘れ物をしちゃうとか、ね、それ何度叱っても治らないから、親からしたら大変なんですよ。ね、学校の先生からしても大変。また言わせるのかって、何回も言わせるなってなるんよ。なるんだけど、そこでもね、そこに、ね、その中に直せない事情があるんですね。 強い強いエネルギーがあるんですよ。欲求があるかもしれないし、単純にもちろん能力が、えー、ないからっていうのもありますね。ちゃんと覚えていないっていう能力がないからっていうのもあるんだけど、あるんだけど、治らないことっていうのは治したくない何か強いエネルギーがある可能性があるんですね。うん、例えば、おかちだったらさっきもっおかちの例ばっかで申し訳ないけど、他に例があるかな、何やろうな、おかちの例だったらそのさっき言った、あのー、じっとしなさいってやつですよ。 そじっとできないっていうのは、こう、行動力があるとか、好奇心旺盛っていうこと。そこがね、えー、自分が興味があることは、もう、他のことを、他、みんながやってることとかもう差し置いてでもそっちに飛びついてしまうっていうね、まあ、こういう才能があったわけじゃないですか。ね。で、じゃあ、例えば他のことどんなことかな、うん、何度しかっても治らないことね。なあ体、例えばその、 えー、ダイエットをするってことでね。ダイエットするってことで、パクパク食べてしまう。パクパク食べてしまうね。ね、えー。何度し叱っても治らない。ね。これ食べ,な食べるなーって言っても食べてしまう。ね。食べてしまう。これももしかしたら才能かもしれませんよね。食べることを止められないってことは。もちろんそれ食べることの依存でね、えー、なんだろうな、虚食症というか過食症になってしまったり、そうやって食べることによって、そこからいろんな病気になってしまうってこともあるけど、体を大きくするってことによって生かせるスポーツもあるわけでしょ。お相撲っていうのもももちろんそうかもしれへんし、 えー、ラグビーとかね、体型が大きいことで、えー、それが武器になることもあるかもしれないし、えー、味覚、美味しいものを食べるってことに、もう、あのー、なんだろう、強い欲求があるんだったら、それを生かして、なんだろう、そういう食レポをやったりとかね、えー、なんかいろんなレストランの美味しいものをさ、えー、20件探すぞみたいな、そういう風なユーチューバーとしてやるってのもいいかもしれないし、そういう美味しいレストラン、 をえー、なんかそういうい調査をするあの出版社に入るとかそういうところも見えてくるかもしれない、ね、美味しいものに対して、えー、なんだろうもう止められないっていうそういう才能があるのかもしれないよねでそれがお金になるかどうかを考えないってことなんですよこれ大事なことね今やってることが子供の将来の仕事につながるかなとかお金につながるかなっていう観点で才能を見つけないってことこれとても大事なんですね、うん、誰かの役に立つかなとかそういうことで考えない 役に立つかどうかって、の親の観点で考えてたら見えてこないんですよ、才能が。で今,や今のこの時代に役に立たなくても、20年後、30年後、役に立つかもしれないんですよ。時代がどうなってるか分かんないから、ね。だからこそ、役に立つかどうかとか、お金になるかどうかっていう観点で選ばない。これも大事よね。これ一つ加えたいぐらいや、これ見つけ方のところにね。うん もうちょっと今さ加えられへんからあれやけどね、うん、そこ、大事なので、今やってることが大人から見ても無意味だと感じても役に立たへんかなと思ったとしても、子どもにはそこにエネルギーを感じてるんだったら、それは才能なんですよ。うん、才能だから何度しか叱っても治らない、そこには強いエネルギーがあるので、えー、そこにどんな欲求があるんだろうとか、どんなエネルギーがあるんだろう、何に対してそんな興味があるんだろうということを見つけていくと、もしかしたら子どもの才能が見え,見えてくるかもしれませんということですね。 はい、えー、次は8個目。苦手なことや欠点。まあ、ここら辺も、ね、散々、えー、話してきたことですね、えー。親から見て苦手なこととか、他の人と比べてできないこととか、この子の欠点だなと思ってることが、もしかしたら欠けてる点ではなく、欠かせない点かもしれないってことね。えー、苦手とか欠点っていうのは、あくまでもその環境で、えー、力が発揮できないってことなんですよ。 ね、お,相撲さんお相撲さんがサッカーというフィールドでは活躍できん。いわゆるその体がでかいっていうのは欠点かもしれんけど、相撲っていう土俵では、えー、長所なわけで、ねえー、なんだろうさ、ね、ぎは海の中ではあ,あんまりその自分の力は発揮できへんけど、えー、山の中では、ねえー、ぴょんぴょん跳ねる自分の力を発揮できるわけじゃないですか。魚だってそうですよ。魚を泳ぐっていう力、ね、山の中では活かせないわけでしょ。 でも海の中では生かせるわけじゃないですか。自分が生かせる、自分が輝ける世界に行ったらいいんですよ。ね、よく言うじゃないですか。置かれた場所で咲きなさいっていや。そんなことないですよ。自分が避ける場所に移動するんですよ。これとても大事なこと。もちろん、どうしても離れられない環境はある。でそれは変えられないんだったら、そこでね、なんとかして生きていく。それは必要です。でもそれ以上に大事なことは、自分はどんな環境で活躍できるのか、自分を生かせる環境はどこなのか、それを見つけることなんですよ。 それを見つけたら自分の欠点とか短所を直さなくていいんですよ。その欠点や短所が長所に変わるから。そういうことです、ね。親から見て苦手やなって思うこと、先生がこんなこと、先生からね、こんなことできてないよって言われることあるでしょそれはもし,たもしかしたら子供の才能かもしれない。天才性かもしれない。そういう観点で子供を、えー、子供と向き合ってみてください。はい、えー。じゃあ子供の才能の見つけ方、最後ですね。えー、9つ目。 イライラしていること。これ、イライラしていることは、子供にとってイライラしていることですね。子供にとってイライラしていることっていうのは、子供にとって当たり前にできるのに、なんであの人やってくれないんだってことです。あ、これはね、イライラしていることでも特にね、他の子を見てイライラしていることとか、親を見てイライラしていること、人を見てイライラしていることの方がいいかもしれない。自分の欲求が叶わなくてイライラしていることっていうイライラではなくて、他の子を見てイライラしていること。 他の人を見ててイイライラししいいいることがいいかもしれないですね例えば、おかっちがイライラしていることっていうのはあのあれです、ねえー、遅刻すること。僕にとって期日,の期日の範囲内にやることは当たり前なんですよ。むしろ言われたらもう誰よりも早くやること。これが、ね、僕の才能なんですけど、僕にとって当たり前なんですよで。それをできない人がいる。いわゆる遅刻をする人であったり、ギリギリに遅れる人がいる、ね。そういう人を見ると僕はイライラするんですね。 それはなぜかというと、僕にとっては当たり前だから。当たり前なのにできない、ね。つまり才能っていうのは、言葉を言い換えれば当たり前なんですよ。自分にとって当たり前にできる。だけど人にとっては当たり前でない。だからそれは才能と呼ばれるんですね。だから子供がね、えー、あの子を見て,見,て見ていてイライラするっていうの局面があれば、もしかしたらそれはその中に才能があるかもしれないね。なんであいつパッセイ変ねよ。 もしかしたら子供にとってはパスすることが才能かもしれないし、えー、なんであの子は、えー、なんだろうな、あのー、この算数できないんだろうって言ってたら、子供にとってはその算数ができるっていうのは、この問題が解けるっていうのは当たり前かもしれない。 子供にとっては当たり前にできることが他の人にとってできない。だから子供はイライラするんですね。子供がイライラしている場面、他の人を見てイライラしている場面を見つけたら、もしかしたらそこに才能があるかもしれない。なので、それをちょっとね、えー、どんなところにイライラしているんだろうっていうことを見ていくと面白いかもしれませんね。はい。ということでね、前半の1から9は、えー、才能の見つけ方ということで、子供のどう,どういうところを見たらそこに才能が隠れているのかなっていうところを紹介させていただきました。 じゃあ後半部分はねその見つけた才能をどうやって伸ばしていくのかについて、えー、10から2011個あるからこれを解説していきたいと思いますはいそれでは早速いきましょう才能の伸ばし方10個目、まあ、10個目というかまあ伸ばし方1個目やけども10個目って言わせてくださいねはい期待しない、うん、期待しすぎない いう方がいいいかもしれないですね期待をゼロにすることってのは無理なんですよ、ね。子供に対してこういう風になってほしいなとかね、こういう風になったら幸せになるのになって、中学受験してくれたらいいのになって、せっかく、ねえー、才能があるんだから、もっと一生懸命練習してくれたらいいのになってね、いろいろと願うことであったり、期待することはあると思うんです。それをゼロにしろって言ってるわけじゃない。でもその期待が強すぎると、子供にプレッシャーを与える。 追い詰めてしまうんですねお母さんはあの練習してほしいと思ってる僕にプロになってほしいと思ってるっていう風に感じてしまうとプレッシャーになってしまって、ね、プレッシャーになっている状態では子供は力が発揮できないんですよ。 ね、もちろんそのプレッシャーを力に変えれる人もいるけれども、そのプレッシャーがずっと強すぎると、常に緊張状態じゃないですか、リラックスできないんですねそのずあの。たまには緊張いりますよ、本番でお客さんに見られている、ドキドキ感、それは、ね、子供の力を伸ばすために大事だけど、24時間ずっと緊張状態やったら、苦しいわけや。 な苦しいわけ。人間としてはね、緊張状態の時もあれば、えっと、リラックスしている状態も必要なんですよ。緊張状態っていうのは、いわゆる交感神経が優位になっている状態、熊さんが目の前に現れた時の状態ですよ。もう戦う状態。もうその状態で生き物はね、24時間生活できる。ね プシュってこうリラックスする時間、お風呂に入っている時とかね、あの寝る直前のあの感じですよ、リラックスしている時、ああいう時間も必要なんですよ。ああいう時間があるからこそ、えー、本番で、ね、自分の力を発揮できる、ね、戦えるんですよ。だから、常にその緊張状態を与えない、緊張状態を与えるとい,いうのは期待しすぎるということですよ。こうなってほしい、ああなってほしいって、ね、あなたにプロ,プロに行ってほしいとかね、そういうふうに期待しすぎないということ、これはとても大事なんじゃないかなと思います。 はい11個目、競争させない。 ねまあ、させないというよりも競争ばっかりにしないということね、まあ、よくあるのがそのダンス教室でねあのダンスバトルとかめちゃくちゃあるダンススクールがあるんですよ月に2回とか3回やってて、まあ、そういうところに行くと、ね、そもそもダンスが楽しいって言ってダンスをやってた子も、えー、優勝するぞとかね、えー、ダンスバトルで1位取るぞみたいなねそういうなんだろうな肩書きとか名誉とか、えー、栄光のためにダンスをやるっていうふうに変わってくるんですね、まあ、もちろんそれが完全に悪いっていうわけではないんだけど そういうふうにあの、あの子はダンスバトル1位取ったで、あの子は地区大会で1位取った、でも僕はずっと予選落ちやみたいになってしまうと、ね、なってしまうと、ね、あのなんだろう、もうなんかやる気がなくなってくるわけじゃないですか、いわゆるずっとこう誰かと比べられているという状態になると、やっぱり子どもも苦しいし、つらいんですね。 らいだかそもそも、やる気っていうのは2種類のやる気があって、内発的なやる気と、さっき言った外発的なやる気。外発的なやる気っていうのは、優勝するためにやるぞとか、一番になるためにやるぞとか、褒められるためにやるぞ、これ外発的やる気で、ダンスが楽しいから踊るとか、この音楽に乗るのが単純にいいんだよねっていうのが内発的なやる気。長く続けるためには、やっぱりね、内発的なやる気っていうのは必要なんですよ。ただ、そういう競争させるっていうことばっかりだったら、外発的なプレッシャーとか、 圧力が大きくなってそもそもダンスをやりたかったのに踊ることが楽しくてやった子もその1位になるためにやるんだっていう風にね、そういう風にね、やる気がね、外発的なやる気に置き換わっていくんですね。そうなるとやっぱ長く続かない。ずっと緊張状態だから。ね、苦しくなるから。 そうじゃなくて、えーまあ、時には競争することであったり、そういう大会も必要だけれども、えー、それをやりすぎないってこと、これはすごく大事なんじゃないかなと。基本的に、えー、子供がその競争を選んで、それをやってるかどうかっていうことであったり、えー、望んでやってるかどうかっていうことであったり、まあ、ある程度、あのー、レベルが高い子、初心者には競争は向いてないって言われてます。あのーね、あの上達させるために、どういう。 上達させるためにどうしたら競争をどのように取り入れるのかっていうね、研究がなされたんですけど、その結果ね、基本的には競争っていうのは、えー、子供の成長には良くないと。 ただね、例外があって、子供が選んでいる。自らそれを望んでいるっていうケースであったり、ある程度レベルが高い。ね、バスケット教室でも選抜メンバーとかね、えー、高学年の子とかで、自らそこの環境に行くことを選んでいる子、そういう子であれば、まあ、あの効果があるケースもあるということ。でも基本的に人と比べるっていうことになると、ね、そもそも才能ってそのダンスだってさその、いろんなダンスがあるわけで、その目に見えないものだからジャッジできないんですよ。主観になってくるわけじゃないですか。審査員のね。 そうなった時にほ、あの審査員には罰つけられたけど、あの審査員にはオッケーとかで、日本中の審査員には罰つけられるけど、世界の審査員から丸をつけられるとか、そういうことがあるわけでしょなの。なので、人から見てどうだったかっていう評価だけに踊らされているとね、本人の才能っていうのは、本来はそこに才能があったのに罰をつけられたから、あ、私向いてないんだってなって、やめてしまうことがあるわけでしょ。なので、競争させないであったり、評価しない、ジャッジしないっていことは、えー、とても大事な心構えかなと思ってます。 はい、次行きましょうか。12、余白を与える。これすごく大事よね。えー、そもそも才能っていうのは、えー、っとゆとりのある空間、えー、ぼーっとできる環境の中で生まれてくるんですね。あれやらなあかん、これやらなあかんって、その2分単位で動かないといけないスケジュールの中ではね、才能ってね磨かれていかないんですよ。消化できないんですよね。で遊びがないんですよね。遊びがない。 そう遊びが必要なんですすよ才能を伸ばすために、ね、自分の中で、ただ自分の中でね、こうやったら面白いんちゃうと、こうやったらなんかもっと上手くなるんちゃうってそういう,うに自分で試行錯誤する、そういう余白が必要なんですね。えー、そう余白がなくて、先生から言われたことだけをやるとか、そうなるとね、指示をただ答えてるだけだから、なんだろう、自分のね、えー、心を使ってないんですよ。心のエンジンを燃やしてではなくて、ね、自分の興味関心 をに従って行動するじゃなくて、これをやらないと怒られるとか、これをやったら優勝できるからとか、なんかそういう頭優位のえ行動パターンになっちゃうんですね。で才能っていうのは、いわゆるそもそも内発的なものだから、その内側から湧いてくる、えー、情熱であったり、好奇心、関心なわけだから、そこを頼りに行動していくことが大事。ってなった時に、えー、周りから指示されて動かされる、そういう時間だけじゃなくてね、そういうことも必要ですよ。だけど、そればっかりじゃなくて、しっかり余白を与える。 ね、時間的なゆとりということですよ。習い事をもうどれだけ詰め込んでますかでその習い事をこなせない状態になってません子供の表情みたいななんか疲れた表情になっているとかないどうですか最近なんか子供の気力がなくなっているとかありませんかもしそうなってたら、なんか習い事を減らすとか、ねえー、今やっている課題の量を減らすってことも検討するのはいいのかなと思ってます。13、結果を求めない。ね、ここもあのぼあの 期待しないの,のところでも言いましたけど、結果を求めると、やっぱりその結果を求める、結果を出すための練習、結果を出すための努力になってしまって、やっぱり苦しくなってくるんですね。もちろんそれが好きな子やったらいいですよ。何度も言うけど、それが好きな子やったらええんだけど、誰かと競争するから、ライバルがいるから頑張れるって子もいるんですよ。でそれやったらいいんですよ。だけどそうじゃなくて、比べられないことでなんかプレッシャーになってくるだったり、えー、やりたいからやるじゃなくて、不安とか焦り、緊張、恐れ、そっちの方が強くなってる。 そういう場合であれば、結果を求めない。うんで。期待していると結果を求めちゃうんですよ。ね、こうなってほしい、ああなってほしいってなると、バトルで優勝してほしいとか、コンクールで入賞してほしいとか、英検4級合格させたいとかね、そういうふうに結果を求めちゃうんですよ。親が期待していると。だから期待をしないってこと。期待をしないためには、子供に向けてるエネルギーを、子供に注いでる時間を自分のために向ける。それです。自分の心に矢印を向ける。そういうことです。自分の人生を生きる。 これ何度も言ってますけど、自分がどういう風に生きたいのか、ね、自分の生き方のビジョンを作って、そっちに向かって動き出していく。そうすることでね、子どもに対して、えー、あ,れあれ刺さないと、これ刺さないとっていう執着がね、緩んでいきます。はい。ということね、結果を求めない。14。 飽きるまでやらせるうーん、これね、大事よね。あの辞、ー、めさせたいんですよ。ね、もう夕食の時間だからとか、習い事があるからとかね、もちろんありますよ。こっちも、あのー、親の都合まで、親の人生もあるわけだから、すべて、ね、子供に付き合うことはできない。できないのは分かるんだけど、基本的には飽きるまでやらせるってこと。 ね、これが大事なんじゃないかなと思います。できる範囲でいいですよ。できる範囲でねえー、例えばね、今はもう子供がもうバスケットのシュートを練習してる。いっぱい練習してる。で次ね、えー、塾の時間がある。ここ迷いますよね。迷いますよね。でも子供が練習している。もう塾の時間があるよって言っても、もうずっとやっている。 ね、ってなった時にどう判断するかですよね。うーんもう、もう早く行きなさいって、もうやめなさいって言って、まあ,あの、そのシューティングをやめさせるってのも一つのアイディアし、もう今これ、今あなたバスケが好きだから、バスケに集中する時期だから、ちょっとこの,この曜日はね、えー、塾やめとこうかっていうのも一つのアイディアかもしれない。まあ、そういうふうにね、とにかく子供が火がついた時に、もうそれを徹 決定してやらせるこれがね、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。で、それと同時に、辞、えー、めたいってなったときには、辞めることを認める、ね。これ難しいんですよ、ね。だってせっかく3年間練習したんだから、ピアノここまで弾けるようになったんだから、とかね、スイミングも、もう1球、もうちょっとしたら合格できるんだから、ここで辞めるなんてもったいない。 で、出てくるんですね。親の感情としてね、ね、えー、教育者としてもそうです。ね、出てくるんだけれども、そこにはね、あのここで辞めたとしても、今まで頑張ってきたことが無駄になるってことは絶対ないから、絶対なんですないんですよ。それは何らかの形で生きてくるんですよ。だからね、ね、えー、辞めるってことを認める。これ、これ子供にとってどういいのかというと、辞めるってことを認めてもらえないと、やり始めることができないんですよ。 やりたいって言えないんですよ。だって言ったら、もうずっと続けなあかんって思うわけじゃないですか。一度やるって言ったら6年間続けなあかん。これ長いんですよ。だから慎重になるんですよ。ね、そうじゃなくて、やりたいって思ったことをまず体験しないとわからないじゃないですか。気軽な気持ちでやらせること大事なんですね。だからそういう意味で、やりたいって言ってやってみるけど、違うなと思ったらやめてもいいって言う。 それ,をそれがね、一回やっただけとか、一ヶ月とか、それが3年でも5年であったとしてもね、やめることを認める。これすごく大事なこと。違うなって思うことを無理やりやらせることに僕は全然意味ないと思ってます。僕はやり抜くこと、投げ出すこの習慣なした。やり抜く子っていうのは、やり抜く力を持ってる子、やめない子っていうふうに勘違いしてるんですけれども、違うんですよ。やり抜く子っていうのは、自分が違うなって思,う思ったことをやめれる力を持ってるんですよ。 わかりますそっちの何をやめるか、で何をやるかっていう明確なんですよ。自分のエネルギーが100あって、やりたくないなってことに20注ぐんだったら違う、その20を本当にやりたいなってことに注ぐんですよ。これがやり抜く子なんですね。そう、やりたくないこと、無意味だなって思って,思ってることを、もういやいややってること、これや,やらせることは、やり抜く力、本当の意味でやり抜く力を高めることにつながらないんですよ。そう ね、大事なことは、ねえー、やりたくないことっていうことを削って、本当に本当にやるべきことにエネルギーを投資すること、集中させることかなと。人間のエネルギー、時間、限られてます。どこに投資するのか、それによって得られる成果が変わってきます。100,、N、100あるエネルギーを10やりたくないこと、10嫌なこと、10無駄なこと。 で70やりたいことに使ってるんやったら、その無駄なことに使ってる30というエネルギーを本当にやるべきことに注いだらええー、やないですか、ね。そういう自分の時間をどこに投資するのか、自分が与えられた時間をどういうふうに再分配するのか、これがね、これによって自分の人生が作られてくる。これはね、子供だけじゃない、親もそうです。ね、自分のお金、自分の時間をどこに使うのかです。 時間を効率よく使う。もちろん大事ですよ、えー。たくさんのことをこなす。これは大事かもしれない。でも、本当に大事なことは、たくさんのことをすることじゃない、ね。たくさんのことをすることじゃなくて、自分が本当に大事なことを見つけて、それ以外のことをやめることです。そうです。それが本当に大事なことかな、って僕は思ってます。これはエッセンシャル思考とも言われているけれども、自分が本当に大事なことを見つけて、それ以外のことを削り、そして本当の大事なことに注いでいく。 ここういういととは僕は僕必要やなと思ってますそういう意味でもやめることを認めるこれは才能を伸ばすことにつながっていくんじゃないでしょうか。 はい、16個目、完璧主義を緩める。ねこれね、まああのー、完璧主義って言ったら親、親からしてね、上手く,くさせるためには、上達させるためには、あれしないといけない、これしないといけないってね、復習テストで100点取らないといけないし、えー、学校から与えられている課題だけじゃなくて、えー、それ以外のテキストをやらないといけないとか、えー、4年生までに英検4級を合格させて、えー、6年生までには英検3級を合格させないといけないという、親の、ね、勝手な、えー、思い込みというか、レールを引いて、 えー、そのレール通りに子供を育てないといけない、ちょっとでも外れたら、そうじゃないよ、こうよっていうふうになってしまう、そういうことです。そうすると、やっぱり子供には、えー、不安や、なんだろうな、恐れっていうのが植え付けられて、やってること自体が苦になってしまう。 楽しくなくなってしまう、ね。そういうことですよね。だから、なんだろうな、その次のコーナー、17にもつながってくるんだけど、親のペースに巻き込んでしまうと、子供は辛くなるんですよ。だから、えー、こうしないといけない、ああしないといけない、ではなくてね、ではなくて、えー、そういうことを緩めていく。そういうことを緩めていく。ね、親としてはあるんですよ、ね。子供の才能を伸ばしてあげたい。 伸ばすためには、えーねえー、ここのダンススクールじゃなくて違うダンススクールも通わせた方がいいんじゃないか1つのロックダンスだけじゃなくてブレイクダンスとかロボットダンスとかもさせた方がいいんじゃないかそうすることでね、えー、たかこ姉ちゃんはのあの上達することができた。 できたかからそうさせなないいないいいいとけんじゃないか私自身が、えー、だい,いい大学に入るためには中学受験をして小学校5年生、6年生は友達と遊ばずにもうずっとずっと勉強していただからうちの子にもそうさせないといけないんじゃないかって、ねえー、自分がなんだろうな、えー、自分がそういう風うに生きてきたレール通りに子供もに、ねえー、進ませようとしたりとかねこう,こうすべきっていうところにを子供に押し付けてしまうそれはやっぱ完璧主義に、ね、そうなるとやっぱり子供は苦しくなる。 で親の言うことを聞かないと嫌われるんじゃないか、捨てられるんじゃないかとかね、居場所がなくなってしまうんじゃないか、それが一番最も、最も苦しいことだから、子供にとってね、自分の居場所がなくなるとか、親に嫌われる、つまり捨てられるということ、それが最も苦しくて辛いことだから、親の言うことを聞こうとするんですね。無理しちゃうんですよ。で無理したらどうなりますか限界きますよ。 ね、心も体も壊してしまう。そうなって、社会的な引きこもりになってしまったり、非行に走ってしまったり、えー、親に対してもう家庭内暴力をするっていう方もいらっしゃいます。いらっしゃるので、そういう,こう,、ね、たそう,いう事例をたくさん聞いているので、だからこそ、親のこうしなければいけないっていうのを押し付けないということ、そういうことを緩めるってことをおすすめしてるんですよ。どうやって緩めるのか。ね。そんな完璧主義を緩め,完璧主義を緩めようって簡単に言うけど、おかっち。どうやって緩めるねん。はい。 そのためにおかちゃんは本1冊書きましたよ。完璧主義を緩めるための本、自分の中にあるこうしなければいけないということを緩める本ですよ。ね、幼少期に植え付けられた、親との関わりの中で、ね、植え付けられた自分の中で、えー、なんでも早くしなければいけないとか、助けを求めてはいけないとか、分からないと言ってはいけないとか、いい親にならなければいけないとか、そういう、えー、完璧主義であったり、自分の中のせばねばならぬ、それを緩めるためにどうしたらいいのかっていうのをね、52個の行動習慣。 いう形でねえ、一冊の本にまとめました。この概要欄にね。親も子も楽になる緩める子育てであるので、もう買ってください。もう間違いなく買ってください。はい、買ったら買ったよ。ってコメント欄に入れてください。はい、是非よろしくお願いします。それでは次行きましょうかね。17。子供のペースを尊重する。 そうよね。えー、完璧主義を緩めるっていうところにもつながってくるんだけど、親のペースで振り回したり、親のペースに巻き込んだり、親が引いたレールに子供を乗せようとすると、やっぱり子供のペースでできなくなる。ね、自分のペースでできなくなると、焦ったり、不安になったり、恐れたりする。そんな状況では、子供の本来の力が発揮できないということ。発揮できないから、いい成績が出ないとか、結果が出ないとか、上達しないっていうことで、あ僕には向いてないんじゃないかってなって、 えー、今やってることが嫌いになったり、えー、苦になってしまってやめてしまうってことやめてしまったら才能は伸びないってことですよね。 なのでなので、子供のペースを尊重する。ね。塾に行ったとしても、子供の計画、まあ一緒に計画を練るということね。子供一人だったら難しいから、えー、どういうとこに行きたいっていうところね。中学校、志望校を決めてね。で、どういうふうに勉強していこうかっていうのを、子供のペースを尊重しながら、一緒に計画を立てるってことであったり、まあバスケやってもサッカーやってもね、あれやったらいいのに、これやったらいいのにっていう気持ちはあるんだけど、ぐっとこらえて、えー、子供のペースを尊重すると。子供に計画をね、えー、立てさせて。 ねえー、子どものそれがうまくいかないこともあるよ、計画ダメになってしまうこともある、そういうもんですよ、そういうことを経験しながら、えー、どうやって目標を立てるのかとか、目標を立てたことをどうやってこう自分で継続させるのかということを学んでいくので、えー、そう失敗とか間違うことっていうのも、えー、織り込み済みで、えー、子どもの成長を見守っていくということ、子どものペースを尊重するということ、これ、大事なんじゃないかなと思います。はいちょっとねね酸水飲みます、ね はいえー、じゃあ十八個目18個目は。 本物と触れ合う経験。あ、これすごく大事だよね。うん。本物と触れ合う経験。だからサッカーやってたらサッカーのね、えー、プロのサッカーの試合を見に行くとか、ダンスやってたらね、ダンスの大会に行くとかね、えー、ピアノやってたらピアノのコンサートに行くとか、ね、えー、絵を描いてたらそういう絵画コンクール見て見に行くとか、そういうことですよ。本物と触れ合う、プロとかがいいですね。えー、まあ、プロじゃなくても子供がやってるね、えー、子供が出演してる、そういう、えー、ものでもいいと思います。 でとにかく本物、本物、プロであったり、本物で一流ですね。一流と触れ合う経験を作る。でその中で、えー、そういう人を見ると、えー、自分の中でこうなりたい、ああなりたいっていうのが頭の中に、ね、イメージされるんですよ。それがセットされるんですね。セットされると、そっちの方に近づきたいっていうエネルギーが湧いてくる。それがやる気になったりとかね。 イメージがあるから行動につまりあの簡単に言ったら軸相場図の完成図が目の前にある状態だと、えー、じゃあこの完成図を作るためにじゃあミッキーマウスやったらじゃあ黒い耳どれかなみたいな鼻はじゃあこのくらいの鼻かなみたいな感じで完成図を目の前に置いてたら、えー、それに必要なピースを集められるでしょ。 でも、完成図が目の前になかったら、なんとなく練習してるけど、いろんなピースを集めるけれども、それを組み立ててもなんかしっくりこないなーってなってしまうわけでしょだからこそ、こういう風になりたい、ああいう風になりたいっていう自分の中の完成図であったり、なりたい姿、ロールモデルをね、イメージさせるためにも、一流であったり、本物、プロの選手と触れ合う経験っていうのはとても大事なんじゃないかなと思います。こういう風になりたいっていうことをイメージできたら、あとはそこに向けて必要なピースを揃えていくだけです。 はい19個目、いやこれものすごく大事ね、生命力を高める。ね 子供に英語の才能があるって分かったら、英語の単語力を覚えさせたい、ホニックスを完璧にさせたいとかね、えー、ペラペラにさせたいとか、英検3級を合格させたい、詰め込みたいとかね、いろいろとあるんですよ。いろいろとあるし、まあ、サッカーさせたいんだったらなんか、なんかスペインのプロ選手が来てるから、そこの合宿に参加させようとかね、もうスキルスキル、その専門のスキルを伸ばすってことにね、目が行きがちなんですよ。なぜなら、それが伸びたらね、えー、実際の試合で活躍したり、英検の、ね、テストに合格できたり、ね、テストの点数が上がったりするわけでしょ。 に見えた成果が出やすいから、そういう専門スキルを伸ばそうとするんだけれども、分かっておいてください。そもそも幼少期に大事なのは生命力です。これは本当に本当に大事。ね、専門的スキルとは認知能力でしょ。でその認知能力というのは、いわゆる本当の、あのー、家で言ったらもう装飾品ですよ。カーテンとか家具とか、そういうやつですよ。ドアとかそういうことです。 装飾品です。もちろん大事ですよ。見た目がねあの、あのドア可愛いなとか、あのカーテン可愛いなとか、この家具素敵だねって、目に見えるところではね、確かにそれはいいなと思うんだけど、いわゆる骨格部分。 骨格部分である非認知能力。これ骨格部分は非認知能力のね。えー、非認知能力っていうのは学力ではない目に見えない力。例えば自己肯定感であったりね。えー、コミュニケーション能力とか、やり抜く力とか、問題を解決する力。これね、おかちが非認知能力。まあ、ライフスキルと呼んでるんだけど、こういう力も大事だよねっずっと言ってきた。ずっと言ってきたよね。これはいわゆるあの柱の部分です。家で言うとね。柱の部分が大事だね。柱の部分がしっかりしてなかったら、どんだけ角が、えー、ね、えー、かっこよくても可愛くても、やっぱりそれって 何か嵐がふーっててて吹けけばポキって折れてしまうわけじゃないですかでねだからこそその専門知識とかスキルとか得る前にね非認知能力を高めましょうってことを僕はずっと言ってきましたで,でもっともっと土台な力がある,のよ,あるよなってことをね僕はこう山登りをしながらずっと感じてきてたんですよそれがね生命力なんですよ いわゆる生き物としての能力です。人間で言ったら脳幹って言われる部分であったり、大,大脳変霊系って言われるその骨格の部分ですよ。あの、なんだろう、ああのアボカドのね、種の部分ですよ、ね。外側を覆う理性の部分ではなくて、美味しい部分の理性の部分じゃなくて、種の部分です。あの種の部分、いわゆる生き物としての原始的な本能、そういう部分です。そういう部分を高めてあげるってことがすごく大事です。で具体的に言えば、生理的欲求を満たすってこと。 ねえー、睡眠と食事運動ですよ。もうここですよ。ここをまずしっかりと整えていく。これ以上に大事なことはないですよ。幼少期、特に0から5歳はね。ここがしっかりできて生命力があったら、家の中のいわゆる土の中にある部分ですよ。今この生命力っていうのは。ね、家の骨格、柱を支えるもっと土台の部分ですよ。そこの部分がないとほんまに、あのー、崩れていくんですね。その土台がしっかりしてない上にね、どんだけ。 おしゃれな家具であったり、カーテンであったりね、えー、だろうか、あのあの窓とかね、作ったり、あの柱を立てたとしても、ポキって折れちゃうんですよ。ちょっと揺れたら。だからこそ、生命力を高めることが大事。睡眠、食事、運動です。どうですか、ね、子供何時間寝てます ?0 から5歳であれば10時間ですよ、えーとね。8時に寝て6時に起きる。これやってるやってるな。8時に寝て6時に起きるとか、小学生だったら、まあ、9時間だよかな。9時に寝て,寝て6時に起きる。 まあ早寝、早起き。そして、朝ごはん。ね、これ、あの、小児科のね、えー、名前忘れたけど、○○先生って方が言ってましたよ。○○先生がね、あの、高学歴親のなんたらっていう本を書かれた先生がね、ちょっと名前忘れちゃったけど、調べましょうか。何やったっけさっき見てたんですよ。高学歴親。 という病高学歴親という病という本を書かれた、えー、小児科の先生ですね、名前は成田直子先生ですね。えー、この先生が提唱されてたんですけど、いわゆる、えー、骨格部分、えー、骨格部分というのはその生命力。この方は生命力というよりも、いわゆる生き物としての力というふうに僕はその方は表,表現してたんですけど、僕はずっとこれを生命力という形で表現してたんですね。うん、だから、その方が言ってたのは、えー、早寝、早起き、朝ごはんって言ってました。もうこれ以上に大事なことはないと。 言ってましたねね小児科医の観点から、ね、で僕はそれにプラス運動ですね。運動。運動体を動かすということ。やっぱ現代人っていうのは体を動かすっていうことが本当少なくなってきてる。すごく便利な社会で、安心で安全なのはいいんだけど、それによって自分が動かなくても楽しいことを得られる、そういう環境になってるんですね。ボタンをポチッと押したら楽しい映画がやってきて、ゲームができて、遠くにいる人たちともコミュニケーションできる。もちろん便利なんだけど、その分体を動かすっていうことがなくなってきてるんですね。 だからこそ、もう特に幼少期はもう外遊びが大事だし、えー、外でしっかり遊んだらぐっすり眠る。で朝ごはんをしっかり食べる。もちろん朝ごはんだけじゃなくて、昼ごはんと夜ごはんも含めてね、えー、食事、睡眠、運動、この3つの柱、3つをしっかりと満たしていくということ。で子どもの生理的欲求を満た,して、えー、満たして、そして生き物として生きていく力、ここをまず固めるということ。 でその上で、じゃあ,、えーあの、小学校受験があるから塾に行かそうかとか、そういうことですよ。まずそこがないのに、その見た目化け、側だけね、えー、よくしても意味がない。僕はこれ思いますで。それで崩れてる人をたくさんね、いろんな相談受けてるんで、幼少期の時にフォニックスやらせすぎて、もう英語は嫌いになってとか、もう学校行きたくないってなって、ずっと家で引きこもってとか。 もう何もやっても無気力になってるとかねで、あれやりなさい、これやりなさいって言ってね小、小学生の時は言うことを聞いてたんだけど、もう中学になって、もう親の言うことを聞かなくなって、もう家庭内暴力、さっきも言ったけど、もう物を投げたり、なんか言ったらうっさいわって言ってね、えー、蹴ってきたりとかね、そういう事例とかもあります、実際にあるんですよ。でそれっていうのはやっぱり、その自分の感情をコントロールできなくなっているってことだったり、自分の体を自分で制御できなくなってるんですね。 だからこそ幼少期にしっかり体を動かして、せあのー、いわゆるご飯を食べて、ぐっすり眠る。ぐっすり眠ることで脳が育つんです脳。脳を育てることがやっぱ根本的に大事でしょいろんな知識を詰め込むことよりも脳を育てる。ソフトを、ソフトなどんなソフトを、えー、買おうかということじゃなくて、ハードじゃないですか。ね、どんないいソフトでも、ハードがね、あのー、もう、なんだろう、めっちゃ古かったら、あのー、遊べないわけでしょ 対応できませんとかそういうことじゃないですか、えー、iPhone でもね昔の iPhone やったらもう動作も遅いし、えー、新しいソフトを入れても使えませんだこのアプリ使えませんってあるわけじゃないですかだから最新のハードを作っていくいわゆるそれは脳,脳を鍛えるということです脳を整えるということそういう意味で生命力を高める早寝早起き朝ごはん食事睡眠運動こういう部分が大事なんじゃないかなと思いますそして最後不安を題材化する これ、ですね、これ冒頭で言った子供の不安に名前を付けるってことなんですね、えー。やっぱりね、なんかこう、頑張っていたり努力していたら、うまくいかないことっていっぱいあるわけじゃないですか。結果が出なかったとかね、誰々さんに負けてしまったとかね、スランプに陥ってどんだけ練習しても、えー、うまくならないとかあるわけでしょ。そういうことあるんですよ。そういう時に、えー、不安になったり、イライラしたり、もう嫌な気持ちになったりするんですね。でそれを無理やり抑えなくていいんですよ。その子に名前を付けるんです。 その子に名前を付けるってことは、不安を自分その子の外側に出すってことなんですよ。ね、名前を付けた瞬間、えー、自分の中でその不安がブレーキを踏んで、やめといた方がいいんちゃうってブレーキを踏むんだけど、その子を外に出した瞬間ね、対話ができるんですよ。ねでそ,のね、その不安に、例えばね、不安にね、えー、完璧ちゃんと。 完璧ちゃんって負けず嫌いちゃんとかね、つけてね。で、負けた時にね、負けた時に不安になるとかね、えー、負,け負けるような相手と戦わなあかんた時にもうやりたくないってなった時に、その不安ちゃんが出てくるわけで、あ、出てきた出てきた不安ちゃん、出てきた出てきた負けず嫌いちゃんっていうふうにね、えー、名前をつけてあげる。名前をつけてあげると、実際に自分より強い相手とかね、負けそうな場面でも、なんかこう焦ることなく、ちょっと冷静に取り組めるんですね。 これすごく大事なんですよ。不安とかイライラとかね、そういう恐れっていうのが、やめてしまうことになるんですね。やめてしまうきっかけ。不安が強くなると、もうさっきも言ったけど、もうやりたくないってなるわけじゃないですか。ね、人間っていうのは不快な感情が嫌いなんで、会を求めているから、そういうものがない方がいいんですね。ない方がいいっていうのはあ、不安っていうのはすごく大事な役割を果たしてますよ。果たしているんだけど、長く続けるっていう観点では、不安と上手に付き合うことが大事なんですね。 そういうい意味で不安とかイライラしたときに、それを、ねえー、名前をつける。その子、その子名前なんて言うのって聞いたげるね。あイライラちゃんとか、負けず嫌いちゃん。あじゃあその子が出てきたらまた教えてねって。ママ、負けず嫌いちゃん出てきたよ。ママ、完璧主義ちゃん出てきたよ。ママ、えー、っと、きっちりちゃん出てきたよみたいな感じね。そういうふうに、あきっちりちゃん出てきたんだ。きっちりちゃんはなんて言ってるの きっち,いちゃんは、えー、絶対にテスト100点取らないといけないって言ってるとかね負けてはいけないって言ってるなるほど負けてはいけないって言ってるんだねっていうふうな形でね、えー、自,分がか自分の感情がどんなことを訴えているのかっていうのが分かるとその感情がスーッとね和らいでいくんですよ和らいでいくとではどうしたらいいのかっていう左能で考えられるようになるんですよね左能で建設的に次の作戦を考えられるようになるで感情が溢れて,っている時っていうのは右脳が優位になっていてどうしたらいいと いいいかって冷静に考えられないだから不安とかイライラ出たりしたときにそれを外在化する外に出す外に出すそのために名前をつける名前をつけてちょっとその子と一緒に対話をしてあげるそうすればねちょっとスーッと落ち着いてきますまずは名前をつけるってことからスタートしたらいいんじゃないでしょう,ないでしょうか不安になったら何に不安なのって,って、うん、負けてしまうんじゃないか失敗したらいけない失敗するのが怖いのって言ったらあじゃあ失敗嫌いちゃんが出てきたんだね って風ううにじゃあ失敗嫌いちゃんって名前つけようかって。じゃあその子が出てきたら教えてねて。じゃあ失敗嫌いちゃんは今何言ってるのって、ね、だってあの左のドリブルミスったらどうしようって言ってるあ。左のドリブルミスったらどうしようって言ってるんだね。他にはどんなこと言ってるの試合に負けたらどうしようって言ってる。あ試合に負けたらどうしようって言ってるんだね。じゃあ試合に負け,負けたら何が怖い,んだなって怖いのかな今までやってきた努力が無駄になるんじゃないか。お母さんに嫌われるんじゃないか。お母さんに嫌われるんじゃないかって思ってるのかな えと今までやってきた努力が無駄になったんじゃないかなと思ってんだねっていうふうに、ね、言語化してあげるだけでも楽になるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、えー、今日話したことをまとめましょうか。こう、今日、こうはって言っちゃった。<笑><笑>あの、60分も話してるとやっぱね、ちょっとこうあの、そうなってくるんですよ。こうは、こうはじゃない、今日はです。はい、今日はね、えー、子供の才能の見つけ方と伸ばし方について、えー、話してきました。 で才能とは何かっていうのはね、えー、途中にも言いましたけど、当たり前なんですね子供にとって当たり前。で、親からしてもなんか当たり前なんですよ。ずっと子供と接しているとね、子供のいいところが見えにくくなったりするじゃないですか。ねえー、だからこそ、えー、どうやってそれを見つけるのかっていうことが大事だし、見つけた後にどうやって伸ばしていくのかっていうことを考えていくことも必要だよねってことでね。で、才能が見つかったら楽なんですよ。ねえー、だって魚。魚は、えー、別に山で生きなくてもいいじゃないですか。空を飛ばなくてもいいわけじゃないですか。 海でで生きて泳ぐ練習をしたらいいいそういうことなんですよ自分が向いてることが分かったら、えー、何をやらなくていいかが分かる。自分がやるべきことが分かるんですよ。ね、そうすれば才能が開花しやすいし、えー、自分が得意なことでやるから、えー、スッと、ね、楽にできるんですね。 楽にできる。苦手なことやったらストレスも大きいでしょそういうことです。なので、子供が本来の力を発揮して、社会で自分の力を生かせるように、子供の才能を見つけて、それを伸ばしてあげるってこと、大事かなと思っています。じゃあ、どういうふうに見つけるのか、ね、9つありましたね。親、えー、親の才能っていうのは親の、才能いうは、 ねえー、子供の能力とか子供の才能っていうのは親から引き継いでいることも多いので自分が親自身が向いていることって何なのかということを見つけていくともしかしたらそれが子供の才能かもしれないピアノができるとかね、えー、問題を見つけることがうまいとかね、えー、も,ものを書くことが好きとかね親の才能がもしかしたら子供の才能かもしれません であったり得意なこと、簡単にできることとかね、えー、子供の好きなことは何なんだろう、たやすくできることは何なんだろうとかね、子供がイライラすることとかね、苦手なこととか欠点、えー、何度叱っても治らない、ね。そこにはもしかしたら子供の強い強いエネルギーがあるかもしれない。で、イライラしてることっていうのは、えー、自分にとって当たり前だけど相手ができないこと。そこに子供はイライラしてるんですよ。なので、子供がイライラしてるシチュエーションを見て、あ何にイライラしてるんだろうっていうことを見つけていくと、そこに才能が隠れているかもしれません。 伸ばし方っていうことでは、まあ、強いプレッシャーを与えないってことですね。とにかく子供のペースを尊重する。安心で安全でね、えー、ジャッジをしない。求めすぎないってこと。で、やりたいっていうんだったら、とことんやらせるってことであったり、えー、それと同時に、やめることを認める。これも大事だよね。うん、やめることを認める。やめてもええよということ。で、えー、子供のやる気に火をつけるためにもね、プロとか一流とか本物と触れ合う経験をつけるであったり、不安に名前をつける。 ね、で外に出していって安心して夢中になれる環境を作っていく。そして、そして生命力を高める。ね、どんだけ、えーまあ、やめるあの、飽きるまでやらせるってあったけど、睡眠は守りましょう。ね、睡眠時間を確保する。ねまあ、それもばらけますよ。もちろん、あの一般的には幼少期、まあ、0から6歳は、5歳かな、0から5歳は10時間。 6歳から小学生、13歳ぐらいまではまあ10時間というふうに言われているけれども、もちろん人それぞれだから、子供が翌朝ね、えー、すっきり起きれる、ね、睡眠時間っていうのをしっかり年、ねあのー、を取れば取るほど変わってくるから、そういうことも年齢に合わせてそういうことも調整していくという形でね、食事、睡眠、運動、早寝、早起き、朝ごはん、ね、そこら辺をしっかりして、えー、脳をちょと整,整えていきましょうという感じでございます。 はいえー、今日の放送を聞いて、えー、なんか参考になったなとか、共感できるポイントがあったなって思われた方は、ぜひ高評価ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。でね、えー、今回のようにね、この番組では、 子育ての依頼だとか、自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。で、チャンネル登録ボタンの横に、鈴マークっていうか、ベルマークあるでしょあれもポチッと押してみてください。そうすれば、えー、あの、この新着っていうか、新しい動画が投稿された時に、えー、なんか何かしらの通知がいくと思います。はい。で、いくつかお知らせがあ,ありましてですね、えー、今回も紹介した、その、 えー、なんだろうな、緩める子育てっていう本と、僕はね、やり抜く子の育て方っていう本、2種類あります。この本、どう違うのかってよく聞かれるんですけど、やり抜く子と投げ出す子の習慣は、どちらかというと、子どもの、えー、潜在能力とか、やる気とか、そういうものを引き出す関わり方です。ね、やる気とかあの、なんだろうな、子どもの興味、関心とか引き出して、夢中にさせるような関わり方。積極的な関わり方ですね。で、緩める子育てっていうのは、どちらかというと、もう読んで字のごとく、緩めるっていうことですね。 あと、見守るっていうこと。どちらかというと、今、頑張りすぎている部分をやめていくってこと。で、ね、本当にやらないといけないことに集中させていくっていうこと。さっき言ったエッセンシャル思考に近いよね。す、ね、べてやる、たくさんやるってことじゃなくて、やらないことを決めて減らしていく。で、その分、えあの得られた能力、時間を本当に大事なことに費やしていく。 これが緩める子育てです。こちら合わせて読んでいただくと自分の軸っていうのができてくると思いますので、えー、概要欄をチェックしておいてください。ということでございます。あと公式 LINE でもね、えー、講義動画を26本配信してるので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてみてください。ということでということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界はぬらぬらと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。 バイバーイ。ね。ちなみに僕の才能は、やり抜くことですね。これって決めたことは、やり抜きます。はい。それは僕の才能かなと思います。あと、問題解決するって力もちょっと半端ないね。自分がこれって決めたことを、対して突き進んでいくといろんな問題が出てくるけど、その問題を解決するってことに対する執念。 それはお金を稼ぐってこともずっとやってきたし、そのね、えー、なんだ、起業する、経営するってこともそうだし、えー、いろん、あらゆる面でその問題が出てきたときに、その問題が二度と起きない仕組みっていうのを設計して、それを、えー、自分の日常生活とか、仕事とか、えー、関係性に組み込んでいくっていうのは、僕もプロだと思います。はい。褒めてください。